これからは仲良くやろうよ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。まあ、そういうことならこっちとしても別に敵対する必要はないっていうか、立て替えてくれてありがとうとか思ってなくもないんだからね。組みしやすいってよく言われない？外国語を直訳したみたいな聞き方する人だね。自称記憶喪失らしくて、はい、そうだな。僕のことはギルって呼んでください。とりあえず今は現代の性を謳歌しているところです。何？危ないな。不意打ちなんて小物のすることだよ。どうやって侵入したのか答えろ。結構複雑な気分さ、僕がその姿に相対するなんてね。ゲートオブバビロン、宝具の原点を星の数ほど有し、それを矢のように無尽蔵に放つ。その宝具は宝物庫そのもの。人類最古の英雄ギルガメッシュ。僕のカードの使い心地はどうだい、アンジェリカ。あっけないものだな。何を笑う？笑うよ、そりゃ。こんな面白いことのただ中にいるんだ。そんな時人は笑うし怒るし泣くのさ。それこそが人間だろ。僕だってさ、笑うし怒るんだよ。いい加減僕の友を勝手に使うなよ。雑種は私の足元にも及ばない。ああ、それでこれを知ってるかい、アンジェリカ。この国には宝の持ち腐れって言葉があるそうだ。まったく悲しいくらい君のためにある言葉だね。残残剣か。こんな狭い場所で出すなんて優雅な光景とは言い難いな。僕の戦力はまだわずか。王の財を持つ者がこんな小兵に負けちゃいけない。そのための地形だからな。このバッシング。彼女にしてみればお姉さんたちが平行世界の住人なんだけど。ギルガメッシュ君、授業態度が悪いわよ。堅苦しいのはなしだよ先生。大人の僕は他の英霊たちよりちょっと我が強かったみたいで。情けないよね。偽物に負けて利用されて。でももう十分遊んだでしょ。へえ、そうやって操縦してるんだ。なんだこの鎖、取れねえ。わからないな。君の望みは人類の救済だろ。なのに今やっていることは真逆に見える。なんてことだ、そういう軸か。まったく、なんて哀れな行き止まりを作ってくれたんだ。悪あがきを見届けたくなった。どうか存分に踊って僕を楽しませてよ。結末は知れてるけどね。